僕が子供の頃に出会った悪魔の話です。悪魔のキビル君はいつも一人ぼっちでした。お父さんもお母さんも兄弟もいなくて、気がついた時にはこの世に一人で存在していたそうです。キビル君は人から悪魔だと言われて、初めて自分が悪魔だと知ったそうです。おばあさんの荷物を持ってあげようとしても、悪魔だと言って逃げられ、落とし物を拾って渡してあげようとしても、お前が盗んだのかと疑われ、迷子の動物を慰めているだけで、悪魔が私のペットを食べようとしていると騒がれたりしたそうです。キビル君はある時恋をしました。相手はとても可愛らしい女の子。キビル君が寂しくて落ち込んでいる時に声をかけてくれた優しい子でした。でも友達になってくれないかなとお願いしたキビル君に、その子は悪魔なんかと友達になれるわけないじゃんと言って逃げていきました。ある時キビル君は大好きなサッカーを始めました。たくさん練習をしてチームで一番うまくなりました。でも試合には出れませんでした。試合に出してくださいとお願いしたキビル君に、監督は悪魔なんか試合に出せるわけないだろう、チームのみんなもお前を怖がってるんだ、頼むからやめてくれないかと言いました。ある時キビル君は花の種を買ってきて水をあげました。花は愛情を注げば注ぐほど立派に美しく咲いてくれました。通りかかる人もみんなその花を褒めたたえました。でもキビル君が育てた花だと知ると、みんな嫌な顔をして去っていきました。そして数日後、花壇は荒らされていました。キビル君と出会った日のことは今でもはっきりと覚えています。小学校からの帰り道、上級生に絡まれていた僕を通りかかったキビル君が助けてくれたのでした。見て見ぬふりをしようとしたんだけど助けちゃったよ。君もきっと帰ってお母さんにその怪我のことを聞かれたら、悪魔にやられたって言うんでしょう。面倒なのは嫌だからもう行くね。そう言って帰ろうとしたキビル君に、僕はなんとなく助けてくれてありがとうって言ったんです。そしたらキビル君は大声を出しながら持っていたフォークをぐにゃぐにゃに曲げて、僕の周りを全速力で走り回りました。キビル君は生まれて初めて味わった嬉しいという感覚を表現する方法を知らなかったのです。それから僕は学校から帰ると毎日キビル君と遊びました。キビル君はいつも僕の学校での話を聞きたがりました。給食の時間に牛乳を飲んでる人を笑わせる遊びが流行っていることを教えると、笑わせる方法を一緒に考えてくれました。夕方になって僕が家に帰る時間になると、キビル君はいつもとても悲しそうな顔をしていたのが
印象的でした。キビル君との毎日はとても楽しかったのですが、僕は学校での居場所がどんどんなくなっていきました。あいつは悪魔の仲間だと噂をされて、みんながよそよそしくなっていったのです。そして僕は自然とキビル君を避けるようになっていきました。毎日帰り道で待っているキビル君を無視して通り過ぎました。ある日クラスメートと一緒に帰っている時に、その日も待っていたキビル君を指さして、こんな悪魔友達でも何でもないよと言いました。あんなに悲しそうなキビル君の顔を見たのは初めてでした。でも次の日もキビル君は待っていました。僕は少しイラッとしたのを覚えています。それからしばらく経ったある日の朝、学校に行くと校門の前が大きな騒ぎになっていました。キビル君が自分もこの学校に通わせてほしいとお願いをしていたのです。みんなと一緒に勉強をして、みんなと一緒に給食を食べさせてくださいと大声で叫んでいました。もちろん先生たちは困った顔をしていましたが、それでも一生懸命にお願いをするキビル君の姿を見ていたら、いても立ってもいられなくなって、気がつけば僕はキビル君の横に立って一緒にお願いをしていました。こいつをこの学校に入れてやってください。もしもこいつが何か問題を起こしたら、全部僕のせいにしてもらっていいです。だからお願いします。なりふり構わずに全力でお願いしましたが、願いは届きませんでした。でもキビル君はとても嬉しそうに僕を見て、ありがとうと言って涙を流しました。これまでどんなに悲しくても泣いたことのなかったキビル君の目から初めて涙がこぼれました。その日以降、キビル君の姿を見ることはありませんでした。僕も大人になり、就職、結婚をして、忙しさに追われて、キビル君を思い出すこともなくなったある頃、ある噂話を耳にしました。知ってるか？悪魔って嬉し涙を流すと存在が消えちゃうんだぜ。そこで初めてキビル君の姿を見なくなった理由と、キビル君がもうこの世にはいないことを知りました。あの当時、僕が家に帰った後、キビル君はどんな思いで次の日を待ったのか。僕に友達でも何でもないと言われたキビル君はどんな思いで次の日も僕に会いに来たのか。入学できても辛い思いをすることが予想できたはずなのに、キビル君はどうして学校に通いたがったのか。考えると胸が締め付けられます。今でも当時の小学校の校門の前を通るとき、キビル君がそこにいそうな気がしてそわそわします。キビル君に会いたい。会って今の仕事や奥さんのことを話してあげたい。そして君は僕にとって紛れもなく友達だったと
伝えてあげたい。